人はなぜ愛されることにこだわるのか。長い年月の中で、わらわはずっとそれについて考えていた。それはきっと、今を生きる自分のことを永遠に好きになれないから。そうわらわに教えてくれた人がいた。彼女がまだ彼女であったとき。しかし今日になってもなお、わらわはその言葉の意味を理解できていない。故に、汝を見続けるしかなかった。彼女のために生まれた汝を。汝から、彼女が口にしなかった言葉を見つけるまでは。何せ、汝は昨日のわらわ。
わらわは明日の何時じゃから。わらわは何の答えも持たぬ。何時にかけられる言葉もない。それでも昨日の自分に何か言わねばならぬのなら、明日何時は必ず厚かましくも生き続けるのじゃ。Captain on bridge.